全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2020は2020年11月6日から11月23日まで栃木県、兵庫県、佐賀県及び千葉県で開催された44回目の全国地域サッカーチャンピオンズリーグである2020年9月2日に日本サッカー協会から大会要項が発表されたこれに先立って2020年7月21日に 例年この大会の出場資格を争う大会である第56回全国社会人サッカー選手権大会が新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い中止となったことを受け出場枠の割り当ての変更が発表された。十勝広崎栃木 C 浦安福井刈谷平方、L 京都 SRC 広島 FC、徳島 JFC 宮崎沖縄2020年の全国地域 サッカーチャンピオンズリーグ参加クラブの所在地2020年度の各地域リーグより各1チーム各地域リーグで2位となった J リーグ100年構想クラブを補充する。1、および2、この条件で12チームに満たない場合は、地域リーグ2チームの中で JFL へ入会を希望するチームを2010年6月末の全国社会人サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で、 巡回し輪番により補充する。以上の条件で地域より出場チームがない場合は、全国社会人、サッカー連盟で最定し配分する。JFA の発表した大会要項に基づく。一次ラウンドは、全試合が全国社会人、サッカー連盟、関西サッカーリーグ、兵庫県社会人、サッカー連盟の YouTube チャンネルで生配信された。 A グループブランデュー、広崎 FCV 栃木式 FCAS、ラランジャ京都 V 北海道ト勝スカイアースブランデュー、広崎 FCVAS、ラランジャ、京都栃木式 FCV 北海道ト勝スカイアースブランデュー、広崎 FCV 北海道ト勝スカイアース、栃木式 FCVAS、ラランジャ京都 B グループブリオベッカウライアス VFC、 カリア沖縄 SVVSRC 広島ブリオベッカ、浦安 V 沖縄 SVFC、カリア VSRC 広島ブリオベッカ、浦安 VSRC 広島 FC、カリア V 沖縄 SVC グループ JFC、宮崎 VFC 徳島福井ユナイテッド FC、VFC ティアモマイカタ、JFC、宮崎 V 福井ユナイテッド FCFC FC、徳島 VFC ティアモマイカタ、JFC、 宮崎 VFC ティアモマ前型 FC、徳島 V 福井ユナイテッド FC 各グループに、FC ティアモマ前型、V 北海道トカチスカイアース FC、カリア V 栃木市シ FCFC ティアモマ前型、VFC カリア北海道トカチ、スカイアース V 栃木市シテ FCFC FC ティアモ前型、V トチギシテ FC 北海道トカチ、スカイアース VFC カリア上位にチームは12月8日に行われた。 JFL 理事会において JFL への入会が承認された。ありがとうございます。